1972年撮影カントリーミュージックの殿堂の展示スペースグラムパーソンズはアメリカ合衆国フロリダ州出身のミュージシャン、シンガー、ギタリスト、本名、セシル・イングラム・コナー、スリー、バーズのアルバム、ロデオの恋人に参加し、カントリーロックという新たな流れを生み出したことで知られる。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、 第86位。フロリダ州生まれ、ジョージア州育ち、ハーバード大学在学時にカントリーミュージックに入れ込んだ。1966年にインターナショナルサブマリンバンドを結成。1968年にはアルバムを発表。その後バーズに加入し、ロデオの恋人に全面参加。グラムのカントリーの影響がバーズに新風を与え。 カントリーロックというジャンルの確立に貢献した。また、ローリングストーンズのキース・リチャーズとは、大変進仰が深かった。グラムは、ロデオの恋人が発売される1ヶ月前に、突然バーズを脱退し、フライング・ブリトー・ブラザーズを結成。1969年に、黄金の城。1970年に、ブリトー・デラックスを発表した。キース・リチャーズとは、この頃から進仰を深めた。 フライングブリトーブラザーズのクリス・ヒルマンは、グラムは僕らとではなく、キースと一緒にいたかったんだよと語っている。グラムは、バンドの南アフリカツアーを出発当日にキャンセルし、キースやストーンズのメンバーのスタジオを訪れていた。グラムは、フライングブリトーブラザーズのストーンズの楽曲、ワイルドホースを、ミックとキースの許可を得て、 ストーンズのスティッキーフィンガーズよりも1年前のセカンドアルバムの最終曲として発表している。1970年にはジャニス・ジョプリン、ザ・バンド、グレート・フル・デッド、バディガイと共にカナダを鉄道で回るツアーを行う。その模様は後に映画フェスティバル・エクスプレスとして公開された。その後、グラムはソロに転じ1973年に初のソロアルバム、 GP を発表。ジェームズ・バートン、ディック・グレッジ、エミル・ハリス等の豪華ゲストを起用した作品である。しかし、商業的に成功を収めることはできなかった。ソロ第2弾、クリーバス・エンジェルを制作するが、発売前の1973年9月19日、カリフォルニア州、ヨシュア・トゥリーにあるモーテル、ジョシュア・トリー院の8号室で、麻薬の過剰摂取により死去、26歳没。 1974年になって、クリーバスエンジェルは彼の遺作として発表された。ありがとうございます。